こんばんは。カラスのクッピーチャンネル始まると、カラスのクッピーと保護のシレンです。クーちゃんはもうお眠です。クーちゃん眠いと首がなくなります。丸くなってますね。丸いね。首ないね。クーちゃん首なくなっちゃいました。クーちゃん眠いの。ハグハグしようか。ハグハグ。クーちゃんは今日納豆食べたので、くちばしが納得しないね。香ばしい香りがするよ。お醤油、いい匂い。くーちゃんは玄米ご飯を食べます。実家とかで白米が出てくると白米はペッてします。マグロビカラスです。ねえぐーちゃん、玄米にはビタミン E が多く含まれているそうで、神経系統にはビタミン E がいいそうです。くーちゃんも保護した時にはね、全然足が動かなかったので、もう歩けるようにはならないのかななんて思ってたんですけど、玄米良かったんだね、くーね。ねえ、くーちゃん。自分で体にいいものが分かってるのかどうかは分かりませんけども、くーちゃんは、玄米ご飯、好きね。納豆とね。メインは鶏の、いろいろね。鶏とハムスターのペレットをいろいろブレンドしてあげてます。ねえ、くーちゃん。あと、フルーツも好きね。お野菜もね。お豆腐好きだったのにね。バカみたいに食べてたのに、今は全然お豆腐食べなくなりました。どんなにちっちゃくちぎってもな、納豆じゃないわ。お豆腐はね、ペッてするんでね。なんで？すごい好きだったじゃん、ちっちゃい時。くーちゃん、ねむねむです。あ、寝ようか。はい、ではでは、おやちょめおやちょめ。